はい、それでは FF5 の続きをやっていきたいと思います。前回は、ラーニングをやったんですね。レベル5ですとかね。はい。で、今回は、ここの古代図書館のボス、2体いるんですが、そのうちの1体ですね。FF シリーズおなじみの召喚獣イフリートさんを、これから、しばきに行こうかと思います。ちょっとここのところなんか台風ラッシュで、あれですね。ちょっとまた私今度出張に行くんですけど、またね、ちょうどその出張に行く時期に、なんか台風がその出張先を直撃しそうな感じなんですよね。非常に困りますね。ちょっとテンションが下がる。危ないな。こいつの方が素早いからね。ちょっと HP 減ってますね。ゴブリンパンチにカーソルを合わせた状態にしておこうと思ったので、ちょっと無駄に被弾してますが、まあ後で回復するので。はい、ここなんですけど、こうするとですね、ここは通さんってこう、本棚がこう通せんぼしてくるんですよ。ここは確かイフリートを倒した状態で通ると、本棚がイフリートに恐れをなしてね、開けてくれるっていう、そんな話だった気がします。痛い痛い。いやー、まあもうちょっとでイフリードのとこ行くんで、ちょっとお待ちくださいね。ここです。はい、ここ回復しておきましょうか。いやー違う。はい、ゴブリンパンチ3発でやれる相手なんですけど、ちょっとね、まあ、火力が結構高いので、そこが問題ですね。で、吸血が当たるかどうかの、お!これはチャンス!はい。なぜか古代図書館のボスは、通常の戦闘の判定らしくて、こんな感じで先制攻撃が発生することがあります。これは勝ったな。おっと、麻痺か。そりゃまずい。そりゃまずい。危ない。よし、これで勝っただろ。よし。危なかった。ちょっとヒヤッとしましたね。いやー、ドキドキしたね。ハイキックが麻痺効果があるとは知らなかった。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、召喚獣イフリートゲットしました。まあ、この実況ではね使わないけど、では、一旦帰って、レベルを上げます。はい、先制攻撃のチャンス。逃げる逃げる。やってられないよ。もうね、ラーニングも済んだから、ここの敵には用はないんですよ。来るときそんなエンカウントなかったじゃん。ゲッ。はい、現在レベルは23です。目標はあと1個レベル上げるんですけど、24にするんですけど、ちょっとねここで一旦ラーニングをしたいと思います。はい、多分動画的にはイフリートを倒して帰る途中にエアローラで殺されてますけど、ちゃんとイフリート倒した状態になってるんで、ちゃんとイフリート倒してますよ。ほら。ね。はい。というわけで、このまま続行させます。ここ、砂漠です。
ここでラーニングします。いや、クリティカルじゃないんだよな。君に求めているのはクリティカルではないんだ。きたー、ありがとう。さよなら。はい、というわけでアクアブレスをラーニングさせていただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと一旦セーブするね。この前のイフリートの時みたいにね、帰る途中で死ぬっていうのは勘弁してほしいので。ほらメモカだいぶ開けたでしょ。リターントゥーゾークをね消したんですよ。はい、よし、ちょっと一旦砂漠から出よう。はい、というわけでですね、今回はこの辺でちょっと短いですけどね、失礼させていただこうかと思います。はい、それでは続きをやっていきたいと思います。もうエンカウントのないめんどくさいところはカットしました。で、レベルは今24ですね。はい、というわけで古代図書館のもう一人のボスというか、こっちが真のボスですけど、こいつをやっていきたいと思います。前回は本棚に塞がれましたが、はい、このおかげで、さすがイフリートさん。マップはね、ちょっと覚えてないんで、若干グダるかもしれませんが、これが厄介ね。32ページが一番厄介だな。エアロラがあるから。これ、大丈夫か、ここ。ここは違うのか。じゃあこっちかな。宝箱あるね。うわ、敵が。32かよ。まあ殴ってくれたからよかったけど、エアロラが一番嫌だわ。あー、宝箱開け忘れてる。ボケてますね。こっちかな？こっちですね。これでいいのかな？ここかな？うん。ここになんかあるね。げっ！やっべえ。いらんことした？逃げれるかな？逃げれるね。いらんことしたな。なんか中にある。お、セーブポイントじゃん。サンキュー。一旦セーブします。あー、ちょっと待って、回復してからにしよう。乙女の気質がね、3つで足りるかっていう。これでセーブしとこう。ここにしよう。遅いな。なんかえらい時間かかってんだけど。もうビビるな。超ビビるじゃん。はい。セーブポイントあるってことはこっちが正解かな。いや、危ない。みんな早いな。前も言ったかもしれませんけど、攻略パートなんでシーフで行くわけにいかないんですよね。
またシーフで行っちゃうと MP が、あ、来ました。あそこにいるのが2度ですね。で、ここでボス戦です。はい、はい、古代図書館の真のボス、リブロスさんですな。あー、これ嫌。あー、これやばい。危ない。くわー、スローがやべえ。スローがやべえよ。うっそー、これ嫌。あー、レベル半分になったってことはゴブリンパンチが効かない。くそー、こいつなかなかやるよ。そりゃまずいな。しょうがないな、ゴブリンパンチないやり方をするしかない。げっ、回復しやがった。音波が来るとちょっと戦略が狂うぞ。かー、ダメだな。よかった、吸血が効け。うーん、ちょっと厳しいですね。戦略がこれ狂ってくるな。どうしよう。海音、しょうがない、これでちまちま削るか。いえ、強っ。打撃でもそんな食らうの。あ、うぜ。あ、でもこれラーニングしたやつ、これラーニングしたかったやつなんだけど。あー、ちょっピンチ、超ピンチ、超ピンチ、超ピンチですけど、いやー、やりたい放題。それはちょっと待って、まずいぞ。あー、くそー。海音波はつらい。はい、もう一回いきます。ちょっとね、海音波があるのでゴブリンパンチでできる限りダメージを与えたいですね。これ殴られても結構痛いっていうのがね。で、これね、カウンターで凍土が来ることがあるからな。危ない、危ない。ただね、あれなんですよ、こう倒すだけじゃなくってですね、できればマジックハンマーをラーニングしたい。マジックハンマーをラーニングしたい。マジックハンマーお願いします。マジックハンマーお願い。マジックハンマー、マジックハンマーお願い。違う、お前に期待してるのはそれじゃないんだ。仕方ない。危ねえ、ドレインとかしやがった。来た来た来た。これであとは海音波が来ないことを祈るだけ。いやー、そこでコンフィはやめてくれよ。そこでコンフィはなしだよ。やばい、非常にやばい。あー、まずい、まずいな。あと一発、あと一発、多分勝ったと見た。死ね。よっしゃー、来たー。よしよし。はあ、理想通り、理想通りですよ。はい、もう今回はちゃんと回復しますからね。
イフリートの時みたいにならないように気をつけます。はい、よかった。このマジックハンマーがアウトないとでは大違いだからな。はい、使わないけどね。怖いから回復しておきます。このぐらい回復しとけばまあ一撃で死ぬことはあるまい。おい、何してんだよ。お前を探しに来たんだよ。お前まさか今まで本を読んでたのかね。あんな後ろに気持ち悪いのがいたのに。すごいですね。私も結構集中力には自信がありますけど、彼はそれ以上ですね。さて、帰るとするか。お兄ちゃんたちも来る？僕だけが知ってる秘密の抜け穴があるんだ。そんなのがあるのか。そこかよ。かわいそう。かわいそう。見ろ。ミド、無事だったか。ミドを助け出してくれてありがとうございます。よかったよかった。お兄ちゃんたち僕を助けに来てくれたの？そうだよ。お前が奥でそんなのんきに本を読んでると思わなかったよ。すごい本見つけたんだ。ほら、この方法なら火力船を動かせるかもしれない。覚えてますかね？火力船、前回のエンジンが吹っ飛びましたよね。なので、動力がなくなってます。で、このミドが火力船を今動かす力っていうか、ま、方法をね、を見つけてくれたということで、これから火力船を使って海に出ていくことができるようになります。いやー、いよいよですね。今の指導どうやったっけ？ちょっとカルナック城の件以来ですね、指導をどうしてるか全然知らないんですけど。負けようとしてんだ。全然知らなかった。そんなはずない。追いかけろってのかよ。ちょっと一旦セーブしますね。多分あれだよね、火力船にいるんだよね。火力船かカルナクの町かその辺にいるはずだから、そこまで戻れってか。仕方ないな。そのイベントを見に行きますか。はい、戻ってきました。どこにいるんだろう。町にいるのかな。なんだろう、飲んだくれてる、ひょっとして。シドいる？2階か。こっちね。シド、すげえ落ち込んでる。ドットでもわかるぐらい落ち込んでんじゃん。ミドは来なかった。しっかりしろ。めっちゃ落ち込んでる。もう。まあ、大体どういうことをやってるかわかりますね。すごいね。これドットでも ちゃんとこう、光景が目に浮かびますよね。これすごいよね。
ミード。失敗を怖がっちゃいけないって、失敗したらまたやり直せばいいって言ってたじゃないか。まあそうですよね。実際問題、その現実でもね、失敗を怖がってたら成功もないわけですし、失敗したってことはその人がそれだけ頑張ったってことですからね。失敗は努力の証であり、成功への架け橋かなと私は思っています。そうですよ。またやり直せばいいんだよ。おじいちゃん。まだ土のクリスタルがある。でもどこに？わしにもわからん。だが見つけ出して守らねばならん。そのためには火力船だね。火力船を浮かさなければ。だが火のクリスタルの力はもうない。おじいちゃん、これおお、この本は、なるほど、この手があったか。ミドでかした。よし、早速やるぞ。はい。というわけで、ミドとシドによってですね、火力船が生まれ変わります。火力船を見に行きゃいいのかな。なんかすげえプツプツ言ってる。たまになんかね、こうプツプツってこう入るんですよね。はい、いる。あ、来た来た。おお、びっくりした。お兄ちゃんたち邪魔だよ。え、様子を見に来てやったんじゃないか。ミドのやつ、歯に切りおって。いやー、すまんすまん。火力船完成するまでとりあえず休んでいてくれ。はい、というわけで休ませていただきましょうか。ちなみにこれオートです。何も私は動かしていません。ガラフ、どうした。いや、様子が変だと思ってたんだ。どうしたんだ。ガラス大丈夫。頭が中二病じゃないですよね。変な能力に目覚める。何か思い出せそうじゃ。おじいちゃん、ここ。ミド、おじいちゃん、クロル、クロル、クロルってね、なんかこうちょっと名前言いにくいですね。あんまりそういう名前の人って漫画とかにもあんま出てこないからさ。なんだっけ、魔法陣ぐるぐる、あれはククリだっけ。まあなんかこう孫と祖父のね、こう光景から何か思い出しそうなんですね。最初に行った時にさ、人名と気づく人は多分いないよね。ガラフ、どうした。何か思い出したの。わしはこの世界の人間ではない。とんでもないこと言うよね。別の世界から隕石に乗ってやってきたんじゃ。30年前にわしらがこの世界に封印した邪悪を蘇らせないために。邪悪が蘇る。そうじゃ、暗黒魔導士 X です。はい、出ました。
X ですという名前がここで初めて出ましたね。カルナック城のあれね、ファファファって笑ってる人、あれは X ですだよね、多分。うん。はい。この4人がですね、暁の四戦士さんと言われるんですが、まあ、この4人のうち3人がね、クリスタルの力を使って X ですを、まあ、この世界。まあ、その、4人とは全然関係ない世界なんですよね、だから。そこに封印したんですよ。っていう、まあ、話があります。うん。30年前に、わしは一度隕石に乗ってこの世界に来たことがあったんじゃ。四つのクリスタルが砕け散れば、エクセスの封印が解ける。そうじゃ。ガラフ。まだ、はっきりと思い出せん。エクセスを復活させては、な、うわ、ん。倒れたよ。大丈夫、じゃあ。はい。なんかもう、寝てるよ。寝てるやん、この人たち。何してんだよ。おい。こんな床の硬いところでよく寝れるね。おじしな真似。ああ、よくやりますよね、子供ってね。完成したよ。風がなくても動く船じゃ。この船を使って、こっちのクリスタルを探し出す。うん、頼むぞ。わしらは古代図書館に行く。何か手がかりがあるかもしれない。はい。というわけで、はい、ここでシドミトさんとはお別れですね。ではヤマトを発進させますか。発進。はいはい、動かせます。っていうところで今回はこの辺で失礼させていただきます。次回はまたお楽しみに。それではごきげんよう、さよなら。ありがとうございました。